ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。オト、秋といえば真っ先に何が思い浮かぶ？俺はサッカーやってるからスポーツ。そう、芸術の秋だね。なぜ聞いた？今回は芸術の秋ということで2人で絵心対決します。前にね、みんなが描いてくれた私の絵を紹介した動画を上げたの。その時に私自画像も描いたんだよ。え、どうだったのそれは？みんな可愛いって描いてくれたよ。え、本当に？うん。姉ちゃん絵得意なの？まあ得意っていうよりかはまあ描くのは好きだよね。音は？自信ないな。じゃあ楽しみだね。ということで行ってみましょう。まず最初のお題はメンソレータムのリトルナースマーク。あー、自社製品。そう、いつもリップ多用してますよ。あ、リトルナースマークって言うんだ。うん、じゃあ行ってみようか。よし、じゃあ行くよ。っていうか姉ちゃんずるくない？何が？だって自分の会社の製品じゃん。そうだよ、何もずるくない、何もずるくない。え、だからってかけるかけないは違うでしょ。まあそうだけどさ、なんか被ってたっけ？え、それはその想像だよ。ちょっと私は何も言わないよ。もういいや、じゃあもう、フィーリングで。どんなんだったっけな。これは大丈夫か？やばい、これでいいのかな。人じゃないな、これやばい、目が使ってる製品、メンソレータム使ってるよ。何使ってる？何使ってる、うん、ちょっと今話しかけないで。なんで？あれもうしょうがないな、これは。しょうがない、もうこれはしょうがない。私多分永遠に書いてられるから。ちょっと姉ちゃんはちゃんと書かなきゃダメでしょ。いや、もう当然ですよ、それは当然ですけど。音、今どんな感じ？今、腕描いたところ。腕を描いた？もうすぐ終わる？あと、もうちょっと。あ、指4本しかない。指、待って、お姉ちゃんも指4本なんだけど。あー、ちょっと待って人じゃない。いや、でも上半身長。ちゃんとメンソレータムのリトルナース描いてる？姉ちゃん、もう限界。え、もう終わった？もうこれ以上は描けない気がする。じゃあ終わりでいいよ。ちょっと待って、お姉ちゃんまだ終わってない。終わった。いろんな意味で終わった。終わった。よしよし、お姉ちゃん終わり。いくよ。うん、じゃあ見せ合うね。せーの、ドン。え、ちょっと待って、それさ、何？ゴーストじゃん。何が？幽霊っぽいんだけど。え、私、いや、どう？あ、そっか、周りの丸描けばよかったのか。そう、こういうロゴだからね。ちょっとこれは正直負けだよ。だって私それには負けたくないわ。じゃあ次のお題いきましょう。次のお題は太陽の塔。おお、まあ大阪に住んでるからね。そう、家族でよく見に行ったよね。うん、これはちょっと描けなきゃ。うん、頑張ろう。よし、行きます。太陽の塔はこうやって、こういう感じで、ここに顔があるんだよね。あって、出来上がり。早っ、ちょっと完成。いいよ。まあね、簡単だからね。じゃあ見せ合うよ。うん、せーの、ドン。どう、これは？あれ、上のそんなだったっけ？ギザギザ生えてたっけ？これじゃなかった？そんな感じかな。だって太陽の塔だよ。あ、でも、勝敗つけづら。これはちょっと勝ちたい？どうなの、引き分けかな。じゃ あそう、引き分け、その手だよ。そう、これは引き分けということで、次に行ってみましょう。はい、次のお題は天才 AI キズナアイさん。わかる？わかるよ。真似してみて。はい、どうも、キズナアイです。自分で振って自分でやるのかよ。はい、どうも、キズナアイです。まあ天才 AI を描くんだよね。これはちょっと色を使ってみようかな。
あ、そっか、色を使うっていう方法もあったんだ。あれ、このまま髪の毛どんなんだったっけ、アイちゃん。ちょっと、あ、ダメだ、これは、これ、怒られないかな。これみんなに見せるの？うん。え、きっとアイちゃんも見てくれるよ。え、それはちょっとやめた方がいいんじゃないかな。姉ちゃん、俺の代わりに怒られてね。なんで怒られる気満々なの？キズナアイさんだって言わなければいいんだ。いや、キズナアイって言ったから。あ、もうお題。姉ちゃん、ん、もうダメ、限界です。弟は天を置きました。わかりました、お姉ちゃん頑張ります。はい、終わり。いくよ、うん、じゃあ見せようよ、せーの、ドン。ちょっと待って、小学生とか子供が描く絵みたい。いや、ちょっと、しかも頭から生えてるの、何その2本の棒みたい。あー、面白い。え、もう音、なかなか面白い絵描くね。これは私の勝ちですね、完璧にね、はい、というわけで優勝は心かく。文句ないです。音、絵は心で描くんだよ。やかましいわ。みんなも秋の夜長に絵を描いてみてください。特にハッシュタグ心アートで私を描いてくれたら喜びます。じゃあ、せーの、バイバーイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。